はい、こんにちは、ポップです。今回は注目の通貨ペアであります、AUD/NZD。こちらについて紹介をしていきたいと思います。普段の豪ドルとニュージーランドドルは正の相関が強く、ほぼ同じような動きをしておりますが、ここのところニュージーランドドルは利上げが近づいていることもあり、大きく上昇しています。それにより相対的に豪ドルに比べ、ニュージーランドドルが上がっており、AUD/NZD のレートは日に日に下がり、同じ価値と言われるパリティ価格に近づいています。パリティというのは初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に説明します。こちらをご覧ください。こちらは民株のサイトでございますが、わかりやすくパリティについて解説がありますので、こちらを読んでいきたいと思います。パリティとは等価であることを意味します。均衡、同格という意味でもあります。これが為替、FX の用語では、為替レートの 1.00 を意味します。例えば、ユーロドル 1.00。そして、今回はこちらに当てはまりますが、豪ドル、ニュージーランドドルが 1.00、AUD/NZD が 1.0 ということですね。ユーロスイス 1.00 などです。ユーロドルの場合は、1ユーロを買うには1ドル必要。1ドルを買うにも1ユーロ必要ということですね。豪ドル米ドルの場合、1オーストラリアドルの価値は1ドルと同じ。1ドルの価値は1オーストラリアドルと同じということになります。これを日本円に直すと、ユーロドルがパリティの場合は、ドル円が100円だと、ユーロ円も100円になります。そして、オーストラリアドルとニュージーランドドルに当てはめますと、豪ドル円が80円の場合、ニュージーランドドルも80円という形になりますね。少しね、最近の豪ドル円とニュージーランドドル円のチャートも見ていきたいと思います。はい、こちらね、右側が豪ドル円。これの1時間足でございまして、金曜日の終値が 80.25 ですね。こういったところの価格帯でございまして、左側がニュージーランドドル円。こちらの1時間足で金曜日の終値が77円ですね。だいぶね、この価格差が縮まってきているのが、普段からね、見ている方お分かりだと思います。例えば、パリティの状態になる、要は AUD/NZD が 1.0 になるという状況ですと、豪ドル円が80円、ニュージーランドドル円はもう少しね、上がって80円。これがパリティという状況になりますね。そして、もう少し読んでいきますと、パリティとマーケット。パリティはドル円が100円のように心理的節目にとなることが大いにあります。パリティには巨額なオプションが混在することも多く、パリティを超えると値動きが加速するということは珍しくありませんということでね。例えば AUD/NZD が 1.0 付近になりますと値動きが激しくなる。それは巨額なね、オプションが混在しているからということがね、言えるということがこちらが示しているというところでございます。それでは改めて AUD/NZD のチャートをご覧いただきましょう。AUD/NZD のチャート、右側は日足チャート。これは約半年間の時間軸のチャートとなります。そして左側は週足のチャート。こちらは約2年間のチャートのね、期間となりますので、こちらを使って最近の値動きを見ていきましょう。まず、右側の日足チャートでございますが、高いところでは、この 1.09 を超えていたのが、今年の3月の下旬ぐらいですね。1.09 ということで、オーストラリアドルに対してニュージーランドドル割り算をしますと、こちらは 1.09 ぐらいになったという価格でございます。そして、ここのところからですね、下落が始まりまして、要は、ニュージーランドドルが利上げをそろそろ行うだろう。それに対してオーストラリアドルはなかなか利上げが進まない。こういった思惑からですね、多少の上下はあるものの、下落トレンドとなりまして、特にここ元はオーストラリアドルに対してニュージーランドドルが強いということで、下落を一気に強めた。1.08 付近のレジスタンスからですね、1.04 付近まで落ちてきているというのがね、明確にわかるかなというところでございます。そして週足に切り替えていただきますと、今示した日足の、こちらのね、時間軸は、だいたいこの辺りからね、こちらの、右側の、ラインを示しているというところでございます。過去ね、2年間で見ていただきましても、上値の方は 1.08 や 1.09、1.10 というところでね、レジスタンスを食らっておりますが、下値のところを見ていただきますと、コロナウイルスの感染拡大の時は大きく 1.04 を下回って、パリティ価格の 1.0 に近づく場面がありましたが、それ以外はね、この 1.04、今ぐらいの価格帯で1回サポート。コロナの前も1回サポート。その前もね、こちら大きな下髭でございますが、戻ってきているということでね、1.04 非常に強いサポートが出ているかなというところでございます。そして先ほどから説明しております、パリティ価格は 1.0。ここね、コロナウイルス感染拡大の時には、下げたところがありますが、今後ね、このパリティを割り込むのかどうか、ここをね、考えていきたいと思いますが、これにはね、オーストラリアとニュージーランドの、国の GDP や、あと人口の比率ですね。人口ですね。こういったところをね、見て判断していきたいと思いますので、資料の方少し見ていただきたいと思います。こちらがオーストラリアの GDP を示した数値となります。2019年のデータなので少しばかり、古いという形になりますが、こちらは 1.397 兆アメリカドルというところでね、非常に大きな経済規模。それに対しまして、ニュージーランドの GDP は、2069億アメリカドルというところでね、約、倍率でいきますと、7倍の違いがオーストラリアとニュージーランドではあるというところでね、ここ、オーストラリアの方が経済規模が大きいということがね、見てお分かりかなというところでございます。そして、もう一つの人口でございますが、オーストラリアの人口は、これも2019年のデータでございますが、2536万人。それに対してニュージーランドは491万人ということで、約5倍の差が出ている。繰り返しますとね、GDP の方は約7倍の差がありまして、そして人口に関しては2500万と、こちら500万弱ということでね、5倍。GDP の7倍と人口の5倍というね、差がありますので、もちろんね、通貨の強さというのは、GDP や人口だけではね、語れないものはありますが、長い目で見ていただきますと、やはり GDP が多く、人口が多い国の方が通貨は強くなる傾向がありますので、それを考えますと、例えばオーストラリアドルをニュージーランドドルが一時的に上回る、パリティを割れたとしても、それが常に続くことは、あまり考えることはできないというところがね、私の中では思うところでございます。皆さんはね、どう思うでしょうか。これをね、こういった経済規模、そして人口を頭の片隅に置いて、今後ね、パリティ割れの戦略、そしてパリティを守る戦略ですね。そういったところをね、考えていきたいと思いますので、チャートの方、再度戻っていきましょう。ロングは2つ、ショートは1つ、私の中では考えることができております。まず、ロングの1つ目でございますが、先ほど申し上げた通り、経済規模や人口の観点から考えてみても、パリティ割れというのは、起こっても、すぐね、戻るというところを想定するのであれば、1.04 付近からロングをね、積み増していきまして、1.0 を多少割ったところでも耐えれるようなレバレッジ、そして証拠金維持率でね、ロングを仕込んでいきながら、レンジの上限であります 1.08、そして 1.09 や 1.1、こういったところで利確をしていく。このような戦略が一つと考えることができるかと思います。そして、ロングの2つ目に関しましては、この 1.04 ですね。これを割り込んだときには、少し月足の方を見ていただきますと、1.04 を割り込んだところですね。これは約10年ぐらいのね、時間軸でございますが、割り込んだ 1.04 のところでは、大きくね、オーバーシュートが起こっておりまして、下髭がついているというところが見てわかるかなと。2回を除きましてね、1.02 を下回らずにすぐ戻ってきているというところがありますので、1.04 を下回ったところ、そしてストーンと落ちたオーバーシュートですね。先ほどもオプションの関係やストップロスの刈り込み、こういったところでね、1.04、そしてパリティの 1.0 というところはね、動きが大きいということがありましたが、1.04 を割れてオーバーシュートが起きてからロングを取っていく方法。これもね、1.0 を割り込むかどうかは分かりませんが、レバレッジに余裕を持ってロングを取っていく。このような考え方もできるかなというところでございます。そして、ショートの方は今の逆でございますね。1.04 や 1.0 というね、こういった、今までのね、サポートが入ってたところ、そして 1.0 のパリティ割れですね。こういったところを仮に割り込んだ場合は、大きな下落がね、かなりスピードが速いと思いますが、出てきますので、あえて 1.04 割れ、そして 1.0 割れ、パリティ割れでショートを取って、ごく短期間で大きく稼ぐ。ただね、これはチャートに張り付いていないと難しいので、なかなかサラリーマンの方では難しいかなと感じるところでございます。よって、ロング2つですね、繰り返しますと、1.04 ぐらいから 1.0 をね、背中に向けまして、ロングを取っていく。そして、ロングの2つ目は、1.04 割れたとき、オーバーシュート気味に落ちてきたところから拾っていく。そして、最後はショートとなりますが、1.04 や仮に 1.0 を割った場合、大きな下落が起きますので、チャートに張り付きながらショートで稼いでいく。このような戦略を現実的に考えることができるかなというところでございます。私自身はね、どのトレードをしましょうという推奨はしませんが、こういったところ、チャンスである水準では間違いないというところでございますので、皆さんの考え方もあろうかと思いますがね、このあたり、ロングで攻めるのか、そしてショートで攻めていくのか、考えていただいても面白い場面と思います。最後に注意事項ですね、こちらを見ていきたいと思いますが、ロングを取る場合はね、スワップ金利がマイナスとなりますので、そこは気をつけてください。少しスワップ金利、中身を見ていきましょう。これはみんなの FX さんの、スワップ金利のカレンダーでございますが、AUD/NZD ですね。これ、買いロングの方は、1万通貨あたり16円のマイナススワップ。そして、ショートの場合はね、逆に15円、1万通貨あたり15円のプラススワップとなりますが、ロングでね、長く持つという形になりますと、じわじわとマイナススワップ。水曜日はね、スワップ 3倍デーでございますので、3倍かかってしまいますが、こういったところで、ロングの場合は、じわじわとね、少し削られていってしまうというところはね、ご容赦いただければと思いますし、もう一つの注意点としましては、いくらパリティ割れの可能性が少ないというね、ロングの戦略を取ったとしましても、仮に割れた場合は、非常にね、多くのストップロスや、そして、オプションを巻き込みながら、ストーンとね、下落する可能性がありますので、そこのあたりは十分に注意をしてトレードを考えていただければと思います。はい、以上でね、今回の注目通貨ペア、AUD/NZDのね、解説を以上といたします。今回のね、アイデアは、私ね、YouTube ライブやっている時に、タヌキングさんというね、視聴者さんが教えてくれたことでございますので、この場をお借りしまして、タヌキングさんありがとうございました。こういったね、動画を作らせていただきましたので、よろしくお願いします。それでは皆さん、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。引き続きね、動画、YouTube ライブで、情報提供していきますので、よろしければチャンネル登録、いいねボタンお願いいたします。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。バイバイ。